クリストフ・フォン・ヘッセン・カッセルルンは、ドイツのヘッセン・カッセル家の講子、軍人。ヘッセン・カッセル家の講子フリードリヒ・カールと、ドイツ皇帝・ビルヘルム・2世の妹である、プロイセン王女・マルガレーテの間に六夫として生まれた。すぐ上の兄・リハルトとは双子である。1930年12月15日に、クロンベルクにおいて、ギリシャ王子、アンドレアスの娘・ソフィアと結婚した。 1931年11月3日に国家社会主義ドイツ労働者党に入党し、同党の69万6176人目の党員となった。ハインリヒ・ヒムラーの側近であり、新衛隊にも所属している。第二次世界大戦ではドイツ空軍の少佐にまで昇進した。1943年10月7日、イタリアのアペニン山脈で起きた 飛行機事故に巻き込まれて死亡した。遺体は事故発生の2日後に発見された。クリストフの死後、ゾフィーはハノーファー王子、ゲオルクビルヘルムと再婚している。ゾフィーとの間に二男三女を設けた。ありがとうございます。